皆さんおはようございます。大です。ここはですね、昨日の静岡行き最終のこだま号より遅く東京を出て終電までに鉄道で静岡へ行ってきたという動画でやってきた JR 静岡駅なんですが、着いてからまだ4時間も経っていないというのに、これからですね東京へ帰ります。で、今回この動画は静岡から東京まで寝台特急サンライズ瀬戸出雲に乗ってきたということでお届けしてまいります。サンライズ瀬戸出雲っていうのは日本で唯一残った定期寝台特急で、東京と中国、四国、九州の各方面へ出張やお出かけする人々から人気の列車なんですよね。また今回乗車する上り東京行きのサンライズ瀬戸出雲がこの静岡を発車するのは午前4時40分なんですが、そんな早朝に静岡から上りサンライズ瀬戸出雲に乗る人は他にいるのかも気になるので、ちょっとそちらも今回は見ていこうと思います。ということでやってきたのはですね、静岡駅の構内です。上りのサンライズ瀬戸出雲東京行きが出るのが40分後、上り下り在来線普通列車が出るのは1時間後ということで、まだ駅構内には人がいませんね。さて、静岡駅の改札口までやってまいりました。今回使う切符はですね、こちらの静岡から東京山手線内までの乗車券と静岡から東京までのサンライズ出雲の特急券ですね、こちらで早速入っていきたいんですが、改札開始がですね、サンライズ瀬戸出雲の発車10分前4時30分頃からということなんですよね。なので改札開始まで少し待ちましょう。この静岡駅の列車発車案内板っていうのは少し前まで電光掲示板タイプだったんですよね。しかし現在は液晶板タイプに変更されていますね。電光掲示板タイプから液晶板タイプに小さくなったのでちょっと見づらい気もしますね。さて、改札開始されたのでね、早速入っていきましょう。今回乗車する寝台特急サンライズ瀬戸出雲東京行きは1番線から出るということでね、早速1番線ホームの方に移動しましょう。さて、東海道線上りホーム1、2番線にやってまいりました。まだですね、1番線には今回乗車する寝台特急サンライズ瀬戸出雲は来てないんですが、4時38分頃に入線してくるということでね、列車来るまで少し待ちましょう。ということでね、1番線には4時40分発寝台特急サンライズ瀬戸出雲東京行きが入線してきましたね。こちらに乗って終点東京まで行きます。さて、実際どんな感じなのかちょっと見てみたいんですが、お、静岡駅で下車する方いらっしゃいますね。で、乗車するのはいなさそうなので私一人ですね。それでは早速5号車から乗車していきましょう。で、今回ですね、5号車の伸び伸び座席取ったんですが、正直東京まで出るつもりないので、このまま3号車のラウンジスペースの方にね移動しましょう。さて、3号車ラウンジスペースの方にねやってまいりました。ここにはですね、自動販売機やシャワールーム、そしてこのようなラウンジがあります。では出発まで少し待ちましょう。
ということで、サンライズ瀬戸出雲が静岡を発車してから20分が経過し、現在由比蒲原間を走行しているんですが、このサンライズ瀬戸出雲に静岡から乗った乗客っていうのは私一人だけでした。それもそのはずですよね。こちらのホワイトボードにはですね、サンライズ瀬戸出雲と静岡を一番最初に出る上り東京行きの新幹線の時刻です。サンライズ瀬戸出雲が4時40分発なのに対し、こだま700号は6時22分発と、その差1時間42分なんですよね。しかし終点の東京になると、サンライズ瀬戸出雲は7時8分到着なのに対し、こだま700号は7時36分と、その差28分差です。サンライズ瀬戸出雲が頑張って東海道線を走っている間に、1時間14分もね、こだま700号に縮められているんですよね。静岡をこんな朝早く出るんだったらね、6時22分のこだま700号で30分差だけど、東京に行きたいっていう人の方が多いのかもしれませんね。さて、静岡の次の停車駅富士までね、やってきたわけなんですが、この駅では約10分の接続で身延線普通列車甲府行きに乗り換えることができます。さて、沼津にね、やってきたわけなんですが、御殿場線のホームにはですね、なんと上野東京ラインの上野行きが停車していますね。またこの沼津駅での御殿場線の乗り換えはですね、約30分後の現在5番線に停車している普通列車神津行きです。ということでね、熱海までやってまいりました。ここから先ですね、JR 東海管内から JR 東日本管内となります。またこの駅ではですね、 JR 東海の乗務員から JR 東日本の乗務員に交代します。現在ね、小田原を通過しているんですが、この小田原から先、しばらくの間ですね、東海道貨物線を走るんですよね。そのため、もし東海道本線の旅客船が遅れていても、貨物線を走るこのサンライズは遅れの影響をそんなに受けないようになっています。
ということでね、静岡を出てから2時間28分終点東京までやってまいりました。乗ってきた電車はですね、折り返し回送電車として今から品川の車両基地の方に移動するそうなので、お見送りの方していきましょう。ということで、やってきたのはですね、東京駅の丸の内口です。静岡から東京まで寝台特急サンライズ瀬戸出雲に乗ってきた動画、いかがだったでしょうか。皆さんもね、機会があれば静岡から東京まで寝台特急サンライズ瀬戸出雲乗ってみてはいかがでしょうか。ではこの動画はここでおしまいとなります。ご視聴ありがとうございました。